Hello and welcome back to Warriors Orochi 4. And we are just damn near close to the end of the game. And within this session, we should be able to finish the rest of this game. So, let's see. Let's go into our side story and deal with this match. Nobody wins a quarrel. It's the reason why you never see me argue with women. Information arrives that two forces of allies are facing each other down. Solve the riddle of this strange battlefield and stop the fighting.敵のいない戦場で味方同士が睨み合っている。両盟のもとに衝撃的な報告が飛び込んできた。模擬戦でも手合わせでもない。尋常ならざる事態と推察したリョモはネネや超春夏と共に戦場へ向かった。やはり模擬戦ではないようだな。奴らは本気で戦っている。 資源も市場もいるようね。こんな時にどういうつもりかしら。私の教育がなっていなかったわ。三成たちも戦ってるみたいだよ。もうあの子たち一体何を考えてるの。とにかく味方同士消耗するのは得策ではない。急いで止めなくては。仲間なのに喧嘩なんて悪い子たちだね。 So, we must defeat Mitsunari, Shiren, Yasu, Tokugawa. What the hell? It is Sekigahara all over again! And our defeat conditions are if Nene, Zhang Chuanha, or Yu Meng are defeated. Let's get to work. 味方同士が東西に分かれて争うなんて、これは教育の必要かしら。一番悪い子は三成と家康みたいだね。二人まとめてお説教だよ。三成殿と家康殿に事情を聞きたいんだけれど、どちらも本陣にこもっているようね。まるで駄々をこねる子供のよう。 敵を倒したら出てきてくれるかしら。本陣の守備は俺に任せてもらおう。ご婦人方、気をつけて進まれよ。両方も最後はみんな仲良く元気よくだからね。大筒を準備せよ。敵軍の盆武殿を一気に片付けてやれ。 そう来ると思ってましたよ。こっちも大筒で反撃といきましょう。もう危ないものを使っちゃダメだよ。ビッグバン。やっぱり資源たちも戦っているみたい。 行くぞ。
So it's more like, don't kick his ass! I want to kick his ass! Come on! しっかりしてよ。あなたが道なりを止めなきゃダメでしょ。いや、全く。なんで俺は
Big Bang! I want you to think long and hard about what you're doing. Okay, that's it. Alright.
This is like playing hard mode. Like everybody. Just cause you I'd rather take on Katakazu on the other blue game.
私の知力が破れようと。たくましいね。やってくれるって信じてたよ。無事にこそ抱きすべきものなり。ごめん。 Yeah.
Mr. Tanuki. You're not in trouble, you're just getting your ass handed to him. That doesn't mean you're in trouble. Jeez, I'm in the goddamn area. I'm just thinking Yeah, it may look dire because we're dealing with powered up enemies. ではポーズ。この霧がデータ直後、皆は賢くなって、私自身も途中からは覚えておらず、ひどく興奮してしまいました。困ったわ。皆正気じゃないみたい。何かに操られているのかしら。まだ確かなことは言えないね。残ってるもう一人にも聞いてみないと。 No, where you going, bitch? Where you going, bitch? Yeah.
Yes, sir. You know, I'm teaching a lesson about butting into a fight you don't understand. Not for you, fuck boy. You are just going to have, you're just going to have to add things to you abruptly tonight. So! ですが、暴力的解決は避けていただきたかった。ああ、素直なのか口が悪いのかわからないわね。可愛げがないの。三成、どうしてこんなことになったの？我らはただ、妖魔を倒すために出陣しただけです。 ヨーマの血はどこですか？この霧が出ることと同時に姿を消したのです。この龍玄徳の邪魔はさせんと、神の世のため。お前、カモンマン。すべての敵を。ドライブボール。言ってることがめちゃくちゃだよ。早く正気に戻さなきゃ。メネベロたちが集めた情報を整理すると、 少し前までこの戦場には妖魔がいたようだ。けれどこの霧が出た直後に姿を消した。そして皆がおかしくなったのだ。それから仲間同士の喧嘩が始まった。無造の人、一番悪い子は別にいるよ。我が作戦。ならば黒幕が出てきたか。奴を打ち取り、この騒ぎを終わらせるぞ。どうやら我らは惑わされていたようだ。あの霧が原因であった。霧が晴れた途端、全てを思い出した。 Thank you, guys. やってくれるって信じてたよ。ヨモが危ないみたい。助けてあげなきゃ。そうそう、厳しい状況だな。こたびはまたな、ひどいな。そうですね、少なくともこの世界は。 Yeah, because in the actual world. Oh, maybe not that. No, Mitch and I are looking. Come on, what the fuck, dude? 何を怖がっているの？操られていたんだ。仕方がないでしょ。その笑顔、退場すると本当に怖い。いや、なんだ、ないです。やるじゃねえか。その調子で攻めやがれ。すまぬ、両方。老骨のモーロフと思って許してくれんか。俺も謝るぜ、おっさん。
やっぱおっさんは味方に限る。郊外殿、勘弁。今回のことは水に流そう。血を狙ったというわけだ。この狡猾な策ごと打ち払ってくれる。全てを思い通りにするのは誰なのか、それを分からせてあげようね。ここで中国人になる。 Will you stop?You are controlled. 身の一番に操られた挙句、お姉様に喧嘩を吹っかけた奴に言われると。二人ともやめろ、バカ。またお姉様に説教されたいのか。ひとし、次の地層も楽しみにしてよ。同士一は妖魔の仕事だった。真相はあっけないものだったわね。仲違いでなくて一安心だ。これでまた一丸となって戦える。うんうん、雨降って地固まるだね。これからもみんな仲良く頑張ろうね。こちら。とにかく本当の喧嘩じゃなくてよかったよ。これからもみんな仲良くね。おねね様、お言葉ですが、こたびの件は清盛に操られてのこと。仲間同士争うなどバカでなければしません。おい、こら見せれ。今バカってとこで俺の方見たろ。バカって言う方がバカなんだよ、バカ。いい加減にしろ二人とも。おう、おねね様がすごい顔で見てるぞ。ねね殿の教育とても参考になったわ。のびのびと育てるのもいいことだけど、時には厳しくしつけるのが大事ね。資源と市場にもやってみようかしら。効き目があるといいのだけれど。母は強しだな。We managed to get some gems out of all this. And that's better than none. Yeah, I'll take all of them. 皆が立花の顔を見るなり、素直になる訓練をしようと言ってきた。どういう意味か説明せよ。It's something about you, Jinjo. Something about you. あんな面々と書物を持ち寄り、内容について議論できるとは、夢のような時間でした。わしは章の中の章。将に将たる器よ。共に鍛錬した者どもめ、さぞや我が正気に驚いていよう。 Well, of course they are awake, of course.
Let's see. Let's see if our weapons are up to snuff. I think so. So I'm making sure before I stop that everybody has updated equipment. Even if I'm not using each and every one. Yeah, I think we're good. So, after all this, we're actually going to stop right here. And in the next part, we go right back into the story and deal with the ultimate god of destruction. Namely, it's not the end of the game just yet. But we're getting there. More, what is Orochi for? Right after this, thanks so much for watching.